トッパーズプロジェクトは、イトラン仕様の技術開発成果を出発点として、組み込みシステム構築の基盤となる各種のソフトウェアを開発し、良質なオープンソースソフトウェアとして公開することで、組み込みシステム技術と産業の振興を図ることを目的とした特定非営利活動法人である。また、教育コースや教材の開発と、それを用いた、 教育の場を提供するなどの活動を通じて、組み込みシステム技術者の育成に貢献することも、目的としている。トッパーズは、豊橋オープンプラットフォーム法エンベデッドリアル、タイムシステムズの略であり、トッパーズと読む。トッパーズプロジェクトから公開されている、組み込みシステム向けリアルタイムカーネル及び、ソフトウェア部品群を、トッパーズ、トッパーズカーネル、 トッパーズソフトウェア等と呼ぶことがある。高田博史小教授が豊橋技術科学大学在職中に研究室の学生と共に開発したミュー・イトランカーネルのソースコードの公開がトッパーズプロジェクトの発端である。その後、多くの教育機関、公的機関、企業、及び個人の協力を得て成長を続け、2003年には特定非営利活動法人として、 再編成した。ミューイ・トラン仕様による成果物が出発点であったことからトロン陣営とみなされることがある。しかし、トッパーズプロジェクトの成果にはミューイ・トラン仕様とは違う ISO による国際規格となった OSEC VDX 仕様に準拠したカーネルやオートサー仕様に準拠したソフトウェアも公開している。トロン系というくくりはインターフェースの関連性という視点以外には 技術的な意味がない。ありがとうございます。